海外行かずに外国人以上の英語使いになるって二十歳ぐらいの意思決定して決めて、今多分ネイティブでも敵はいないだろうと思うんだけども、その基本が今日皆さんに話をしたディベートなんですよね。ディベートは何かということで、今ディベートという方カナ英語は広がってるけど、もともと僕がこれが必要だと言い出したんですよね。日本語にならない。で最近 4,5 年前から旧論という言葉を使ってますよね。それしか日本語ないんです。バーンとぶつかって、負けて学ぶ、そんな日本語ないよね。負けて喜ぶっていうかね、負けて面白くないよな。で僕のやり方は負けて喜ぶ、俺がこう思ってるんだけども、あ、君らにポンと反応されて、あ、お前の方が正しいやと。これがディベートなんです。これ日本にない。メンツがあってあいつに言われて負けたら悔しいとか、それはディベートじゃないんです。それはアーギュメントって言うんですよ、議論。これが日本には好きなんですよ。日本に朝まで生テレビとかで議論でガン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 して相手に言うと聞かない、とにかく相手を黙らせてしまうという、これがこのアーギュメントでね。これと勘違いしちゃいけないというのがこのディベートです。